しっかりただ悪いことをするんではなくて状況を作っているわけですよ ね、はい、そうですね。そして今度は正田がアンディウーのマスクに手をかけています。いやこれはいけません、これはいけません。ビッグマッチの大事な大事な第一試合オープニングマッチでなんとこの強行を働いてまいります正田。いやこの辺りのカズさん、何かねアンディウーだけではなくてレフリーをも翻弄していこうという正田ですよね、うん、そうそうそう、レフリーをね引きつけるのがすごい上手いですね正田選手というのは。いいですか今日自分で。あ何か今コーナーのモサオロンガイと、もう自分が決めちゃっていいのかというような今コンタクトを交わしました、はい、さあフィニッシュを宣言東京グレン対アンディーはこのまま屈してしまっていいのかというところです。浅田さんの得意技は商談落としですかね、さあこの体勢から入ろうというでしょうか。いやブレンバスター持ち上げたんですがうまく後ろに着地、しかしバックエルボーがありました。さらにガットショットコーナーに詰めていく、うん、距離を取ったんですが向かってくるところ迎撃、逆に首を捉えてスイング DDT アンディーウー、一矢報いてまいりました。さあここでなんとかコーナーの稲葉にスイッチしたいところ、ここで稲葉が入ってまいります。稲葉とマスター、強烈なランニングエルボーパット、先ほどのお返しとばかりにコーナーの野沢ロンガにも一発放ってまいりました。稲葉選手これから勝負どころですよね、元 WNC 勢がね入ってきますから。そうなんですよね、4月1日付で入団しました。若手の争いというものがどん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 激しくなると思うんでね、はい、さあサイドスプレックスがカバーに入る一発。さらに新井さん、はい、その若手同士の争いでいうとレッスル1ではほぼ同期の吉岡誠輝が、うん、今日はタイトルマッチですから ね、 ね、はい、世界に打って出ようとね今日勝負に出ますから ね、はい、まあ、その中で勝さん、はい、少なからずジェラシーはあるはずですよね。いやジェラシーはね大きいと思いますよ、特にねあの稲葉あと村瀬選手、はい、うん、そこら辺っていうのはすごい、あの自分の、いやしかし何やってからカバー、うん、なんとか勝手に間に合います。特にその、まあ、ほぼ年齢も同じ、そうです、ね、同じくらいからレッスル1でしのぎを削ってきた仲間にはジェラシーが強いと、うん、そうですね、いやしかしその稲葉の思いごと潰してしまおうという正田、真っ逆さま落としてまいりました。リング中央返せるか稲葉、どうだ、うん、まだ肩を上げてまいります。これには正田も驚きの表情を隠せません。精神的にも強くなってますね稲葉ね、うん、いいですよ。いやしかしこれはシミット式のバックブリーカー、武藤圭司が作ったこのレッスル1のリングでシミット式のバックブリーカーから何を狙っていこうというんでしょうか。正田青コーナートップ、ジグのトップに登ったところでアンディーが飛びついてのこれは流れ式のフランケンシュタイナーのような形になりました。さあそこにバックを捉えた稲葉大輝、ジャーマン投げっぱなし、正田に対してジャーマン投げっぱなし、さあそろそろとアンディーが正面から回って思いっきり走馬灯打ち込んでまいりました。さらに三角跳びのブランチャー、場外の野沢ロンガに向かってアンディーム。さあ新井さん、はい、1対1になりましたよ。そうですね、ここはチャンスですね稲葉選手。さあ今度は稲葉が正田を捉えてフィッシャーマンズバスターぶん投げてまいりました。カウントはどうだ、しかしここもカウントは2、あとワンカウント足りません。昨年の9月旗揚げ戦でこのレッスル1日本デビューを飾りました稲葉大輝、同期がタイトルマッチに臨む中で自分も結果を残さなければいけない。ダイビングヘッドバット、見事命中、がっちり抑え込んで稲葉大輝大金星、勝ちましたね、やった。なんとなんと東京グレン対キャリア18年の正田からキャリア1年の稲葉大輝、見事なスリーカウントを奪ってまいりました。